減はせんぞ。あつちゃくさエリアージング。ああ、
болсон. Ачиж барь. Гаскай. Алцчихлаа.鎧を仕立て直しましょうか。より頑丈になりました。
像は墓におるはず。おう、来たか。それじゃあ飯をぶん取りに行くか。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に生ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。やぐらにはのろしずつも。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら撃ち入るんだ。失敗したら俺の仇を撃って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。櫓から目を離すな。分かったよ。
おい、アルボ、邪魔、こっちをしやがって。合図してやらねば、櫓の火が見えるはずだ。頼むぞ、龍蔵。いかがでしたか。ここじゃないな。わっちゃはさっぱりだ。食料を運ぶんだろう。食いもんがねえ。櫓にもなかった。他にはないか。もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。鑑賞ならば多少はな。いつの間に。孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。船は港だ。追いつけやしない。砦は奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。浜に蒙古の小舟がある。蒙古の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。固い防備に旧兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。
旧兵を崖に置け。周囲を引きつけた隙に船を盗もう。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すほどじゃねえな。砦のことはまだ気づかれてない。奴らが気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ、浜に降りよう。聞こえたな。行くぞ。頭、見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀クラゲを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね。何が言いたい。別に、ただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに済んだらな。用意ができたようだな。松明を頼んだぞ。さすが俺の仲間だ。あの日を見ろよ。急がねばならぬ。貝を持て。誰も船を狙ってこなかったな。お前の手下が気を引いたのだ。刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。ないな。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったからな。まあいいさ、昔の話だ。何もないな。兵糧はあったか。いや、隣の船かもだ。聞こえたか。4人、いや5人はいい。逃げ場はないな。戦うぞ。てめえら、いい船だな。さあ、急ぐぞ。周辺
話そう。この船にもないか、何かあるはずだが。立ちなんてなくても倒せたぜ。だろうな。あのデカッパラ見たか。食いもんは奴の腹ん中だよ。どうしよう。チキショー、俺たちの食いもんが。龍蔵、逃げるぞ。泳げるか。それしかねえんだろ。火も回ってる。
しょう。俺たちの食い物が。リュウゾウ、逃げるぞ。泳げるか。それしかねえんだろ。行くぞ。見つからねえよ。隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。食い物持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が載ってるか。地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか。俺は奴らを養わなきゃならん。お前とは違う。その地図がいるんだ。金田の木には来てくれるな。約束しよう。姿を見られるな。お前のようにか。ユナにまた会わねば。ユナに話を聞いてみねば。お侍様、お譲りいただけるものはございますか。お譲りできるのはこれだけです。恐れながら数が足りませんね。俺の話を広めておるな。聞きたい言葉を言ってやるのさ。噂は広まってるよ、クロー殿。お主が言い始めたデタラメではないか。
クロードの力を信じてみんな村に残ってんだ。武士の力ではないのだな。武士とクロードさ。叔父上が自由になれば皆おとぎ話から目を覚ますぞ。どうかな。タカは仕事に精を出してるよ。あんたのために必死だ。様子を見に行くとするか。志村様を助けるのに手を貸してくれる人は見つかった？まあな。石川先生と足立雅子殿が生きておいでだ。お二人とも人を追っていらっしゃるが、ご助力くださる。年寄りの弓取りとヤモメの武士、それで足りるの？菅笠衆にも会いに行った。頭は古い馴染みであったぞ。じゃあ人手は十分に集まったんだ。お主はどうする？さあね。誰か手を貸してくれ。任せな。タカに会って話は後で。酒井様、打ち終わりました。お待たせしてすみません。縄の先に鉄の鍵を仕込みました。壁登りや谷渡りに役立つかと。丈夫なのか？手前で試しました。オオサメを鍵縄です。良いものだな。仮ができた。いえ、とんでもない。俺は姉さんと家と鉄だけで満足なので。痛みいるぞ。ジン、どこにいる？龍蔵。ジン、出てこいよ。誰か武士を見てねえか。ここにいるんだろ。地方を探し回ったんだぞ。仲間が猛虎に捕まっちまった。叔父上の救出が難しくなるな。ジン、手を打たないと仲間がやられちまう。叔父後も囚われのままだぞ。場所は八立砦の近くだ。よし、分かった。策を考えてみよう。手下は砦の近くだと言ったな。どこか分かるか？ああ、実は砦の中の檻だ。砦は崖の上。いかにして助けるつもりだ？戦える奴はまだ残ってる。近くの四つ地で待たせてんだ。足りると良いがな。行くぞ。手下はなぜ捕まった？あの地図覚えてるか？補給路が記されておったな。飯はあったか？ああ、万兵付きだったけどな。なれど精鋭を連れておったのだろう。まんまと生け捕りにされちまった。逃げ延びたのは俺だけだ。生きておるとなぜわかる？昨夜あいつら歌ってたんだよ。うん、猛虎が歌を許したとは意外だよな。上手だったのだろう。このまま浪人をやめてはどうだ？好きでやってるわけじゃねえ。刀比べで負けたからだよ。ああ、長尾家の刀比べ、それがどうかしたのか？覚えてるか？武家の連中が刀比べを見に来てたんだ。それなのにお前は本気で撃ってきて腕が折れかけたぞ。加減すれば誰もが気づいただろう。だからって本気で撃つか？負けるわけにはいかなかった。俺ごときにってことか？そうは言っておらん。生まれのいいお前と違って俺はあの刀比べで腕前を見せてどこかの武家の老頭になろうと狙ってたんだ。俺のところに来れば話を通してやったものを。お前に頭を下げろって？嫌だね。俺は一人でどうにかしたかった。なぜ早く言わなかった？なんでだろうな。前松でクロードと呼ばれてたぞ。酒井様より出世したな。どうした、お前より名が知れて不満か？
ヒロと心臓は逃げたよ。もう戻らんだろうな。あいつら逃げただと。俺の苦労が水の泡かよ。捕まった手下を救うならこの数で十分。戦や病や飢えで死んだ奴はいても、逃げる奴など弱いのだ。お前に非はない。他に逃げたい者は？時期暗くなる。出発はできそうか？手立ては道中で話そう。よし、てめえら行くぞ。救い出す。どうやって？策を出すのはお前の役だろう。うん。砦に入る道は一つだが、守りが固い。忍び込まねばならぬだろう。崖の見張りが手薄だ。崖を登り壁を越えよう。何？お前は猿か？下つ兵具がある。手下は任せろ。うまくいけば呪しをあげる。攻め入りの合図だ。猛虎を挟み撃ちってわけか。見ろ、やはり策があったな。崖に続く道を探す。のろしが上がるまで隠れておれ。おい、ジン、死ぬなよ。飛び越えられぬか。だが鍵縄を使えばいけるはず。
恩に着るぞ。お、菅笠衆はどこだ。本当に歌っておる。檻は散らばっているようだな。この檻は違った。
みんな自治通すな。Яго! Тэд харуулж байна! Явж хаач! Чадна! Арчин! Терминали! Затыки!戦に備えろ。打点だ。酒井さん、無事のようだな。ええ、なんとか。しっ、うわっ。サモランジュルパッサン。
一番手は誰だ？いつでも来い。門を開けねば。タッチを抜け。各々、陣を勝ち取れ。いつ迎えが来るか、仲間と賭けをしてたんです。負けちまった。酒は持ってきたよな。一体どういうことだ。さっぱり意味がわからねえ。どうした。猛虎はうまい飯をくれたってよ。それだけじゃねえ、拷問もなしだ。そりゃ歌も許すはずだぜ。無事であったことを喜べ。だがどうしてあいつらに飯を食わせる。見返りを求めたのやもしれぬ。助かったよ。あいつらは俺の全てだ。よしてめえら馬に乗れ。小松でユナに会わなければ。
だ。うちの道具を見ていってください。お譲りできるのはこれだけです。さあどうぞ。
負しろ。終わった後のコモダで二人の人が鎧を整えてもよろしいでしょうか。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。また来よう。お侍様、お譲りいただけるものはございますか。
鎧でも結構です。ジン、こっちに来い。マサコ殿、ご家族の仇について何か。形状の中にサダオの名を見つけた。そやつはクタの村長だ。クタは足立家の領地。なぜ刃を向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。夫がやつを村長に選んでやったというのに、あろうことか恩を仇で返すとはな。あの忌まわしき夜、やつはクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。サダオは悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎をひっ捕らえてくれるわ。見失う前に出立するぞ。宿での件があったゆえ、寺においでとは思いもよらず。サダオの弟を見張るついでに一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか。犯人を殺すまで辛抱する。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは癒えました。埋葬はしたぞ。それで十分だ。今はな。食事は毎日取っておられるのですか。ああ、昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりませぬ。お主、この私を年寄り扱いするか。滅相もない。腕は動く。心配は無用だ。そろそろ八郎に追いつく頃だ。どの道を行ったのでしょう。どちらも人が通っておる。調べてみましょう。近くにおるはず。そこにおる男、荷車。あれが八郎、サダオの弟だ。何も忘れてないんだ。あれはどうか。何も忘れてないんだ。あれはどうだ。
動いた。では後をつけるぞ。近づきすぎて見つかるなよ。おとなしくしていろよ。お前も餌が欲しいだろう。今日は散歩日和だな。もし猛虎に出くわしでもしたら逃げ切ってくれよ。先客だ。あまり顔を出すでないぞ。まだです。ですが、お客人に贈り物が。話しておるな。渡しておろう。文を渡したのか。では、またいつもの慈愛に。頼むぞ。荷車はいい。馬を追うぞ。諦めろ。今日はフミしか持ってないぞ。はあ、それはお前の命よりも大事だ。届け損ねれば村尾さんに殺されてしまうぞ。サダオは家族思いだな。へえ、ろくな一族ではないぞ。いとこは族だしな。クタの村が不作になった時、騒乱が起きたことを覚えてるか。あらがう村人を殺した族は誰に雇われたか知って。サダオだろ。卑怯な。やはりな。お前もしゃべりすぎると毒に襲われるぞ。木こりの家、族が固めておる。サダオの親族だ。本人は中におろう。まだ分かりませぬ。何、すぐに分かるさ。一番手は誰だ。うわぁ。袋に尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。
貞雄からの文、八郎が渡したもの、隠れ場は分からぬか。傷つけはせぬ。我が名は坂。お主は？ヒナ、貞雄の妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。貞雄は？分かりません。嘘をつくな。お控えを。まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。ジン、来たか。雅子殿、裏切り者の所在は聞き出せましたか。聞こうとしても、あの女メソメソと泣きおってな。仕方ありません。責めたくもなるわ。それとも和光殿の魅力で落としてみるか。女は仲だ。お待ちを。坂井様。雅子様に殺されてしまいます。目を見ればわかるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるなら。知ってることは全て話しました。八郎が文の運び手ならば、どこかで貞雄と会うだろう。うかうかしておったら雅子殿に先を越されるぞ。どうかお助けください。そのためには俺が二人を見つけねば。まずは隠れ家だ。心当たりは？考えてみます。忘れてはならぬぞ。貞雄は人を殺したのだ。すぐに戻る。隠れ家を思い出させておるところです。何を見返りに？歩きましょう。声が届かぬ場所までな。貞雄を助けるとヒナに話しました。できぬ約束をしよって。ヒナの信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。救えるならば救いましょう。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。貞雄の罪は深く、雅子殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆるものが家族が死んだ夜を思い出させる。父の亡き後、私も里から離れました。
家は少しの間で朽ちてしまいます。これはもう我が家ではない。身内が殺された忌まわしき血が、孫は人形を握ったまま、姉が巻いていた金色の帯にくるまって冷たくなっておった。私はもう誰も守れぬ復讐に囚われた身ではない。あの音楽が懐かしい。なんと、よくここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。新しい季節を迎えるたびに、もう二度と聞くことができぬとはな。礼を言う。やめて、来ないで。ヒナ、館へ急げ。ヒナ、死角を捉えるぞ。急げ。辺りを調べよう。足跡があるはず。なぜヒナが狙われた。サダオから遠ざけるためであろう。すべて筒抜けであったか。我が館に向かう道中で姿を見られたからな。あえて見せたのでは。おとりに使ったのですね。サダオが来ると踏んだのだ。なぜ黙っていたのですか。言えば止めたか。守ると約束したのです。
足跡は一人分、刺客は一人で乗り込んだのか。ヒナが死んだ今、生け捕りにせねば。お長返事撃ってこい。撃ってこい、助けて。させるものか。すげえ、ザクサバヒル、血が止まらない。こんなところで死にたくない。八郎、貞夫の弟だな。なぜヒナを殺した。逃がそうとしたんだ。だけど兄さんのために固くなに動こうとせず、そしたら叫ばれて、だから仕方なく。貞夫はどこだ。悪いが、兄さんを裏切るつもりはない。死んではならぬ。あやつの居所を吐け。政子殿、ヒナは無駄死にでした。犯人は我が一族を皆殺しにした者だ。諦めてなるものか。八郎は文を届けていた。もしかすると何かあったか。補給路の地図です。野営に食料を運んでおったのか。貞夫がいずれかに隠れておるやもな。一番近い野営のまとめ役に話を聞け。この地図の意味がわかるはずだ。あなたは。ヒナを埋めてやる。せめともの情けだ。後ほど野営で会おうぞ。島に長居するんだろうな。そうか、対馬は高麗と本土の中間だ。酒井様、雅子様が菰田の浜の方へ馬でかけていきました。足立殿とご子息が亡くなった地だ。浜には猛虎がはびこっていると聞きます。雅子様の身が心配です。猛虎の身の方が心配だ。だがそうだな、助太刀に参ろう。
体に合ってます？ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。矢筒を新しくいたしませんか？また頼むぞ。さあ、マサコ殿、うん、ヤクスとステイビーチパン。助け立ち感謝する。何をしておいでですか？家族を探しておる。夫は見つかったのだが、二人の息子がまだ。対馬の武士らしいお働きでした。最後の血を知らぬか？いえ、戦は混乱を極め、叔父上を見失うほどでした。手伝わせてください。来い。これから浜のこちら側を探す。見ろ、兵だ。和田地家の兵です。ああ、だがなぜ一人落ち延びようとしたのか？全ての老頭が主の仇を討とうと勇んでおりました。逃げることなく。良いことを聞いた。皆忠義を尽くしたか。一族の旗を見つけたら知らせてくれ。浜を進んでいた様子。ならば我らもこの方角に進むぞ。菊池家の旗。こやつは見たことがないが、姉の夫も仕えていたが。兄君も近くにいらっしゃるはず。探しましょうか。今はいい。息子らを探すのが先だ。酒井家の旗だ。私の馬。私は死ぬところ。申してみろ。叔父上に救われました。
その恩は返さねばな。おかげで生き延びたのだ。悲嘆するな。誰です？正則だ。若輩者ではあるが、年老いた父親に代わり戦に出陣した。肝が据わっておる良い息子だ。ああ、だが我が子はどこだ？長尾家の武士だ。弓の名手を抱える一門でした。右に出る者はいなかったな。先生さえご出陣くだされば。志村家の旗だ。戦の最中、この旗が倒れるたび叔父上かとおののきました。死を恐れるのは世の断りだ。この先は岩場です。ここにも。氏金、息子らの良き友であった。最後までそばにおったはずだ。ではこの近くに行くぞ。猛虎のむくろも置き去りか。無用ということです。館に残っておれば妻と子の隣で眠れたというの。有明へは遠く危険な旅です。近くに埋葬できる地があれば弔うこともできましょう。かがり火台、幼い息子の遊び場だった。今は猛虎の手にあるがな。ならば奪うまで。かがり火台はこっちだ。二人はかがり火台が好きでな。遅くまで戻らぬ。決まってそこにおったら星を眺めていた。良き母ですね。そう自負しておったが、二人の子が先に行き母が残るなど、これほどの無念があろうか。母上を亡くした時、私も己を呪いました。しかしお主は幼く、母君は病、お主にできることなどなかっただろう。それが事実でも慰めにはなりませぬ。そうだな。覚悟するがいい。
まだです。新手が来ます。下から来るぞ。ご用心を。ようやくだ。息子らを運ぼう。二人が元服した後も世を明かすことを許さず呼びに参ったものよ。母を亡くしてから恋しかったのは私を呼ぶ声でした。母君は安らかに眠っておる。安心しろ。志村殿を救出する折には私に知らせろ。お主には助けられた。必ず手を貸そう。なれど今少し息子らのそばにいさせてくれぬか。承知しました。ご無事で、政子殿。
船で海に出たいな。波しぶきを感じたり。ほら、知らずね。鎧を仕立て直しましょうか。また来よう。太刀を鍛えて差し上げましょうか。鉄すら切れるでしょう。調子はどうだ。